すごーい今めっちゃテンション上がるねえジョン。ねえ頑張って。防音室が僕たちのスタジオになりました。そうリニューアルして今後ろも背景作ってライティングとかもちゃんとジョンがいろいろやってくれて、まあ前よりは見やすくなるかなと思いますね。やめてそれやめて今光漏れ光漏れ若漏れみたいじゃん。はい今日はですねすごく楽しみにしていたマックのクリスマスコフレ第2弾のリップセット、そちらが届いたのでそれを開封しながら全種類つけてみたいと思います。私の顔に合うリップの色ってなかなかないのでちょっと全部つけてそれが全部似合うかって言ったら多分全然似合わないと思うんですけど、どんな感じの色味かみんなに見てもらいたいので早速開封動画やってみましょう。イエーイ楽しみー。で今ねメイクはしてるんだけどリップを何もつけてない状態なので顔がやばいけど、まあやっていきましょう。早速こちら開けてみたいと思います。で中をどんなのか楽しみにしてたので今回はここだけ開けて中の明細書だけ取って他は何もいじってないのでちょっと気になります。さあどんな感じなんだろう。超欲しく、なんかでもすっごい欲しくてすぐ売り切れた。もう今回も第1弾の時も速攻売り切れて、結局私はお店で買いに行ったんだけどもうオンライン速攻こう売り切れちゃうので、私はなんで買えたかっていうとたまたまマックのそのサイトを見てて、そしたらたまたまあったの。だから最初不具合かと思ったそう、それで買えてあとは店舗で買うしかないんですけど、ちょっと私もずっとこれを狙ってたので買えてよかった本当に。さあじゃあ開けてみましょう。じゃじゃーん、いやー行きます。すごい、じゃーん、めっちゃ嬉しい、すごい、いやーめっちゃ嬉しいそうこれこれこれ、やばい、私嬉しくて顔が赤くなっちゃう、あー熱い熱い、顔がテンション上がるとねすぐ顔が赤くなっちゃうの。だからもう今真っ赤だわ、多分わかると思う一気にいやー想像していた以上に大きい、超大きい。これ結構気になっててサイズが実際のマックのリップのサイズと同じなのかそれともちっちゃいサイズなのかっていうのがちょっと気になってて、それもちょっと開けてからのお楽しみなんですけど、かなり入って、何種類入ってるのこれ。スノーボールミニ、リップスティックキットミニ出てるのでやっぱ多分ちょっとちっちゃいのかな。でさ何個入ってるかっていうと12個、クリスマスだから。はいじゃあ早速開けてみましょう。かわいい。今回のそのクリスマスコフレのねこのマックのやつは雪の結晶とゴールド、なんかキラキラした感じがなんかイメージとして私の中であるんだけど、このなんか箱も透明になっていて、前回の第1弾の方で私はこっちのフェイスパウダーとあとリップを買ったんだけど、本当になんかキラキラしててすごく可愛いパッケージで、私この感じのパッケージすごい好きだ、好きで結構気に入ってます。なんかなんだろうな、すごい可愛くて好きなんだけどもったいないっていう感じで、でもちゃんと使ってあげないと買った意味ないのでしっかり毎回毎回ちょくちょく使ってるんですけど、そうすごいこの感じ可愛いよね。そう、そしてじゃん、開けました。では早速蓋を開けてみましょう。じゃあ開けまーす。うわー、あーかわいい、12個も入ってんだよじゃん。多分これクリスマスだから12なんでしょ、違うのかないやもうめっちゃ嬉しい、これ使うのもったいない、使うのもったいないよ、もう超かわいい。はいご覧ください皆さん。はいこんな感じで、こっちからどん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 明るくなる感じです。こっち側は普段使うのにはいいかもしれないね。すごく。かわいい。はぁ、ため息出るわ。超かわいい。で、私意外とこういうタイプ、なんか暗い色が好きなので、
私はこっちの色が自分に合うかなと思うんだけど、ここら辺がちょっと自信ないわ。この感じ、あー緊張する。でもみんなに知らせたいのでつけてみましょう。キャー、かわいいわ。はい、どっちがいいと思う？そんなこと今言ったってみんな答えられないよね。まあでもこっちからつけて、こっちが暗いのでこういう風につけていきましょう。さあやっていこう。でまずちょっとこの髪の毛邪魔なんで止めます。今日ねこの100円ショップでこれを買ったので、こちらを使ってみたいと思います。これでいいですか？はー、ドキドキする。でもやっぱりサイズはちょっとちっちゃかったけど全然十分ですね。実際の大きさがこれで、今回入ってるのがこのサイズ感、こんな感じになってます。でも全然平気だね。全部使い切るなんて難しいし。でも私はよくピンクのリップは苦手で使えないんだけど、こういう風にキットで入ってるピンクの時とかはよくチークとかアイシャドウのベースとして塗ったりすることもあるので、そういう使い方でまたやろうかなと思います。じゃあ最初にこちらの一番端っこ、名前はパーティーコメンシングというカラーです。かわいい。こちらはマットなタイプになっております。でマットのやつだと結構 MAC のリップはもう本当にマットって感じの仕上がりになるので、必ずリップベースをするように着ないと、ちょっと私は乾燥肌なのでリップベースを塗ります。今はもう先に塗ってあったので、とりあえずこのまんま塗ってみたいと思います。これ結構ピンクなので似合うかな。どうだろう。ちっちゃくてかわいい。本当になんかプレゼントって感じの大きさ。かわいい。ポーチに入れて置きやすいからいいかもしれない。はい、これが一番最初の色、パーティーコメンシング。結構なんかヌーディーピンクって感じかな。うん、なんか他の色と混ぜて使ったらいいかもしれないけど、今このメイクでこれするとめっちゃギャルって感じの。でも本当になんかマットなので乾きやすい感じになってます。最初の色はこれね。で次こちら、名前はリトルダーリン。これもマットタイプです。あ、これ超かわいい。これ私好き。オレンジピンクっぽい感じの色合いです。で本当はねもうちょっとなんかちゃんと唇とかが綺麗な状態だったらいいんだけど、私なんか最近すっごい乾燥肌、なんかもう唇もそうだけどもうここら辺も全部乾燥肌で、今回うまく伝えられないかもしれないけど、こことかもね切れちゃってるの。なんかそういう時ある？みんなは。うん、やっぱマットだ。めっちゃどうですか、見えますか？なんかねまだこの部屋に慣れてなくて、ライトの感じとか超わからないから、うまく色が伝わってるかわかんないけど、はい、これが2番目の色。これもまあまあマットだけど、さっきよりは全然つけやすいかなと思います。私の肌に合ってる色合いですね。リトルダーリン、名前かわいい。はい、こんな感じ。次3番目、次はこちら。これもちょっと似てるリトルダーリンの感じの色と、すごいなんか違いがあんまよくわかんないぐらいなんだけど、ほらこれは Please Me。 これもマットタイプです。もしかしたら全部マットなのかな。3番目、こちらです。塗っていきます。さっきから全然違いがわかんないんですけど私。うん、まあでもこれもピンクですね。なんか2番目の色とあんまり変わらない気がする、これは。でもだんだん私が塗りやすいような色、オレンジピンクっぽい感じになってるから、まあ今のつけてるチークにもうちょっとしたら合うかなって感じの色合いですね。これでもやっぱり私にはまだちょっとピンクすぎるかもしれない。今3番目ね。次4番目塗ります。もったいないね、このなんかつけて取るっていうのが。はい、じゃ次4番目、こちらの超オレンジって感じ、これはマングローブという色の名前です。わー、めっちゃかわいい。さあ塗っていきましょう。チャレンジします。じゃーん、どう？なんか老ける。やっぱり本当に赤とかピンクは全然いつもつけないからめちゃめちゃ不自然、なんか違和感がある。すごい嫌だ。しかも今モニターがちっちゃいから自分がどういう風な感じで映ってるのかめっちゃ心配だわ。でもまあこういう感じの色合いです。で私の唇の色は前も伝えたけど結構色素がない、なんか上がなくて下がちょっとピンクみたいな感じの変な唇なんですけど、みんなの唇とはちょっとずれてるかもしれないけど、まあ私と似たような唇の子がいたらこんな感じの色合いになるかなって感じですね。はい、これが赤です。赤なんか結構さ、この感じのパッケージだと赤っていうよりオレンジっぽい感じに見えるけど、中はかなり赤っぽい感じの色ですね。
なんか蛍光オレンジっぽい、そしてバブリーって感じはい、次は5番目ですね。5番目はルビーウーっていう名前です。これすごい可愛い。開けてみます。開けたらめっちゃ赤だわ。じゃーん、もう真っ赤。さっきのより全然赤い、なんかもう濃い赤って感じ。この色めっちゃおばあちゃんつけるわはい、じゃあ塗っていきます。はい、こんな感じの色です。これもう超赤って感じだね。こういうもう本当に赤とかは全然自分で似合うと、まあなんかもう七五三って感じはい、でもこれがルビーウー、5番目の色です。どうですか。それでは次、6番目はパッケージっていうか、この外の色がすごい紫って感じなんですけど、これは名前がレベルです。開けてみましょう。ぶどうみたいな色。でもこれ可愛いかもしれない。なんかなんだろう、ハロウィンの時とかにめっちゃ使えそう。はい、じゃあこちらつけていきます。これ結構いいかも。うん、なんかこれすごいいいかもしんない。なんて言うんだろう、青みがかったピンクみたいな、ちょっと血色感が強めの感じの色。そんなに紫っぽくないし、これなら普段から使えるかもしんない。なんだろう、ピンク使いたいけどピンク苦手な私とかにはめっちゃいいかもしんない。レベル、私はこの色すごい好きです。はい、じゃあ次は7つ目。だんだんさ、いっぱいつけてってるからさ、色が落ちきれてないかもしれない。じゃあ次7番目塗ります。こっからめっちゃピンクなんで、このあと2つすっごいピンク。名前はプラットアウトファブ。もう結構ピンクっぽいけど、どうだ、意外とつけてみたらそうでもないのかな。色はこんな感じになってて、なんかさっきのとちょっと似てるかもしんない。いけます。はい、こんな感じです。全然さっきのとなんか違いがよくわかんないぐらいだけど、どうだろう。結構これは蛍光ピンクって感じで、さっきのはちょっとブドウっぽい、なんていうの、紫とピンクと青みがかったピンクって感じだったんだけど、これはなんか蛍光ピンク、もう本当にピンクって感じですね。濃いピンク、もうそのままのこの色。はい、これが7つ目。次8つ目、続いてこちらの色になります。これめっちゃピンクだわ。これの名前はグッドキッサーです。はい、塗っていきます。私は絶対につけない色ですめっちゃピンク見える。こんな感じです。こんなの全然つけたことない。でもこれを例えば薄くつけて、その上からなんだろう、自分の好きな色、自分に合った色とかを足して、ちょっとずつちょっとずつなんかティントっぽい感じで、ここ中央濃くだんだん薄くみたいな感じでつけてたら可愛いかもしれない。あとは本当にチークとかアイシャドウにつけると、全然アイシャドウのノリとかも良くなるし、赤っぽいアイシャドウだったりピンクっぽいアイシャドウ、紫とかだったら全然こういう色を下につけてから塗ってもいいかもしれないね。でもただこの使い方が正しいってわけじゃないので、私はそういう風に使ってるけど、まあこのピンクの時もチークだったりアイシャドウだったりするにはいいかもしれない。はい、これが8つ目の色です。次、ここから秋っていう感じの色になりますので、こっからが楽しみですね。なんだろうね、なんかピンクのリップつけて似合う人ってもう本当に素敵だなと思うんだ。あと赤つけてる人も綺麗だなって思う。すごい羨ましいわ。次は9つ目。9つ目は名前がディーバで、こういう感じで、これ多分超可愛いと思うんだよね。可愛い、本当にこれ可愛い。秋ですよ皆さん、秋だよ秋。可愛い、ダークブラウンっぽい感じ。つけてみます。おお、なるほど。これはこれもあれだね、赤寄りだ。でも可愛い、この色。赤をつけるのも嫌だけど、これならいいかなみたいな感じ。うん、これいい、すごい。やっぱり私は青みがかったピンクや青みがかった赤、青みがかった赤って聞いたことないけど、まあそういう感じでちょっとなんか青みがかってる方の色が好きみたい。これすごい好き。なんかナチュラルな赤みたいな、自分の肌の色とこれなら馴染んでるかもしれない。続いて、いっぱいいろんな色つけたから若干もう唇の色がピンクっぽい感じになっちゃってるけど、多分これまたなんだろう、初めてリップをつける時とかにつけたら変わるのかもしれない。次はベルベットテディ。ベルベットテディ、ベルベットテディは私が大好きな
リップのカラーです。これもう本当におすすめで、多分マックのリップの中で一番好きな色かな、本当に。でもこんな色じゃなかった気がするけどはい、じゃあベルベットテリーつけていきます。これは持ってる色なので分かるし、私が一番好きなリップの色なのであれなんだけど、いつも写真撮ってインスタとかに上げた時にどのリップ使ってますかってよく質問されるんですけど、その時に使ってる色がベルベットテリーです。よくあとブレイブだっけな、そんな感じの名前のやつも使ってる時によく何のリップって聞かれる。これは本当に好き、私もうずっとつけてる色です。めっちゃマナって感じな、自分の中で私っぽいなって思う色です。ベルベットデリー本当に好きなのでぜひ試してみてください。これはなんか馴染む、自分の中で落ち着く色ですね。普段からこの色を使ってます。次11個目はフォアール。フォアールも私が持ってる色です。すごいこれも可愛い色だよ。こんな感じで中もちょっと茶色っぽいんだけど、つけてみるとそんな茶色ではないんですけど、とっても可愛い色。はい、これがフォアールです。でこれは多分リップペンシルかなんかで持ってて、それでいつも塗るんだけど、さっきのベルベットテリーよりも少しダークなブラウンっていう感じの色で、これはちょっともう秋とかには、秋冬として全然すごい向いてる感じの色になってて、めっちゃこれも好きです。やっぱりこっち側の色の方が私はすごい好きですね。今日の格好とかにもメイクとかにも合ってるかなって思います。じゃあ次、最後ですね。最後めっちゃ暗いんだけど、これ大丈夫かなあー大丈夫、私持ってるこの色一番最後はこのストーンというカラーです。これも結構暗めの色になってるんですけど、歯をすごく白く見せてくれるのでめっちゃいいですよ。これはね、なんだろう、まあ、つけたらわかるけど、だいぶ暗い感じの色になります。はい、でつけていきます。はい、こんな感じです。そう、本当になんかもう見てわかると思うけど、めっちゃ黒茶色みたいな感じの色です。これはあんまり普段使ったなんか悪魔って感じになっちゃうはい、でこれで12本全部塗り終わりました。最後の3本私がもうすでに持ってたものだったんだけど、他の9本は持ってなかったものなので、それもめっちゃ良かったなと思うし、普段使うような色じゃなかったからなんか新鮮、とても自分で使ってて新鮮だなって感じました。で私がね意外と気に入ったのがこれだったかな、このレベルというカラー、これめっちゃ可愛いと思ったのでこれから使っていこうかなと思います。で他のものとかも意外とつけてみたらいける感じかなと思ったので、ちょっとピンクっぽすぎるのは嫌だけど、それはまたアイシャドウだったりチークだったり私の使い方で使っていけるので、全然今回買ってよかったなと思うし、何よりこれだけ入ってて1万円ちょっとだったのでめっちゃお買い得です。マックのリップ確か3000円ぐらいするので、そうなのでこれで1万円ちょっとなら全然いいかなと思うので、まだ売ってて買える方がもしいたらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。それでは私のとっても意味わかんない説明が超下手な動画だったけど、まあ、とりあえずこれね買ったよっていうことを知らせたかったので、今回はこんな感じで終わります。見てくれてありがとうございました。